皆さん、おはこんばんにちは、うぷ主です。今日は、アニポケマスターズトーナメント、マスターズ8戦、第2試合、渡る VS カルネについての、感想を、お話しさせていただきたいと思います。まず、全体的な評価ですが、とても良い試合展開だったな、と個人的には思います。何が良かったのか、理由をいくつか、ご説明させていただきます。まず、一つ目は、チャンピオン同士の戦いなだけあって、ほとんどのポケモンが、しっかり、1話分、戦えていたことです。言い方を変えるのなら、ワンパンでの試合がなかった、ということですね。渡るさんで、前線してたのが海流、カルネさんで、前線してたのがパンプジンでしたね。というか、カルネさんのパンプジン、耐久力高すぎませんか。いくら、アマルルガの両壁があったとはいえ、でも、渡るさんの海流も、メガサーナイトのタイプ1の、ムーンフォースを耐え切ってて、すごいなと思いましたね。良かった点の2つ目は、ダイマックス海流 VS メガサーナイトですね。かなり見応えがあったと思います。まあ正直、短いとは思いましたけど、3つ目は、しっかり1話分、使っていたところです。尺が足りない中でも、こうしてしっかり描いてくれるのは、やっぱり嬉しいですよね。四つ目は、もう登場しないと、思っていたアランが、しっかり登場してきてくれたことですね。解説役みたいな感じになってましたが、五つ目は、技を出す時の作画です。戦闘シーンの作画、と言い換えても良いですね。結構、迫力があった方だと思ってます。過去作のシリーズと比べると、やはり衰えてしまってますが、それでも、今作の中では、非常に興奮で期待だったな、と感じました。ぬるぬる動いてましたし。やはり、ダンデが絡んでこない試合は、面白いのかな、と今日の試合を見て、つくづく思いましたよ。六つ目は、チャンピオン特有の、セリフのかっこよさと、立ち振る舞いの良さ、キャラのかっこよさ、ですね。そのすべてが、上手に強調できていた試合だな、と見てて感じたところがありましたね。最後は、他のチャンピオンたちの会話シーンと、サトシの興奮シーンです。サトシが興奮している、シーンを入れることで、過去に戦い、いろいろな思いを感じてた、ような演出を見事に入れていました。ちょっと言葉足らず、語彙力がなくてすみません。誰か語彙力ください、笑い、今、結構興奮しています。今作でここまで興奮したのは、初めてです。何せ、これを楽しみに一週間を乗り切ったくらいですから。それをこんなに楽しい試合、チャンピオンの風格等を見せつける試合を見せられたら、興奮止まりません。誰かわかる方、いらっしゃいませんか？笑い、とにかく、今日はとても楽しい試合を見ることができました。今日の動画は、これで終わります。ご視聴ありがとうございました。また、次回の動画で、お会いいたしましょう。バイバイ。